はい、どうも皆さん、こんにちは、つぬけびでございます。はい、今回もね、ハンガーゲームズやっていこうと思います。はい、今回やっていくマップはデモンズブリーズということでね、はい、やっていこうと思います。イエーイ！わー！パチ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 いきなりこのテンションマジでうるさいんだけど、このテンションでスタートするんだけど、だんだんテンションが落ちていくのをね、動画編集してると一番わかるんですね。本当に、マジで。俺だんだんテンション今落ちてきてるんですけど。あーやばい。おっ、待って、みんな下手くそ。マジ雑魚、落つ。イエーイ。ちょっと待って、この人落とそう。ブラックローズ。名前かっこよすぎんだろ、お前マジ。よっしゃ。ほら、だんだんね、テンションが落ちていくんですよ。おりゃあ、全然今日飛ばねえ、敵が。飛んで、いいよ。さよなら。よし、はめた、はめた、はめた。素手パン勝負、素手パン勝負。スレパン勝負でゲームを高める。待って待って、え、待って、邪魔者が入ってきやがった。うりゃ、よっしゃー、一人食った。もう一人食おう。あの人倒したらね、いい感じで。え、ダイヤしてるのお前、なマジ舐めてんだろ。それはそれはいかん、それはいかんって、いかんって。お前を一度マグマに落とせ。うりゃー、あ、死んだ。死んじゃったし、素手パンで死んじゃったマジ。ボッコボコだろうな、現実だったら。待って、あの人強そうじゃねえか。だが俺の方が現実はあるから勝てるというね。はい、なぜ今日こんなテンション高いかと言いますとね、今日ちょっと暇なんですよ。とてもとてつもなくちょっと形勢っていうか、そのアタックしたんですけど、もうね、ちょっとまあ、ああ降ってきた。誰お前マジ。弱鉄拳取ってるくせに弱いんだけど。ほら今日俺うまいかもしれんマジで。あ、当たんね。おい、なんかパンで一回殴ってたけど気のせいだよね、そう信じたい。釣り竿もいいや、いらないわ。そうだわ、いらないわ。イエーイ、なんか今日強いかもしれない俺。相手が弱いんだな今のは。釣り竿今来るの分かってないでしょ普通に。釣り竿出してたし。オッケーオッケーオッケー。装備の運はないみたい。装備の運じゃない、ジェストの運はないみたい。でも誰か言ったよね、出待ちが本当に怖い。ここね、出待ちされるとマジできつい。いなかったね。オッケー。おっと、うわー、勝ちたい。オッケーオッケー、はあ、かっこいい人じゃないかこのブラックローズさん。チョイスチョイス GG でございます。やったね、今日マジで調子いいかもしれん。オッケー、やっぱこれはね SA で全ての M を高めてきたおかげかなと思ってます。オッケー、じゃあいらないもの燃やしていざ出陣しましょう。もう今日はね戦って勝てる気がしてます。本当に本当に本当に、よいしょ。ちょ、マジでこれ一発撮り目なんですよ。ちょっと自分新しいマップがあの MCS に追加されたんですけど、それをやろうと思うんですけど、なんか選ばれないんですよ。でまあね、別に話せればもうどんな動画でも多分面白いとは思ってもらえると思うので、そう信じてるので、あえてね新しいマップを今更やろうとはもう思ってません。はい、新マップねできたらやりたいっていうかね、やってみたいんですけどね。ちなみにまだや、あ、もったいな、やってもないです。動画撮ってる間じゃなくてもやったことないです最近のマップは。あのなんだっけな、このここのねロビーでもあったんですけど、あー、やっちまったわマジ。これマジ落ちたら怖いんだよね本当。あー怖い、マジ話しながらねやる MCS やるとねこうなります本当。待って、ここに行ける、行けないんじゃねワンちゃん。ハンブロックだから火打ち使えないし、やばいじゃん。やべ、上がれる気が しなくなってきた。おっ、上がれた、きたー。はい、まあね、シャドウホーロー、はん、シャドウホローできるとかね、まあやってみたかったんですけど、気づくのよこいつ。カズっていうとね、あのね強い人の名前が思い浮かんじゃうんですけど、待ってマジ、親フラ来たら本当に悲しいんだけど。気づかれない、気づくねよマジ。いけ、アービオース。
やべえ、気づかれなかった。危ねえ、マジ怖い怖い。ちょ、今気づいてて、もしあっこにかされてたらね、マジ誘導されてたら死んでた。よかったよかった。危ない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 。よし、あいつ倒そう。あいつ倒したらデスマッチ。マジさ、ああいう、あ、待って、地下にいるね。地下に敵がいるんで、どうしよっかな。地下の敵倒した方がいいか、あの川装備倒した方がいいか。あのデスマッチでね、もしチームとか、まあ、強い装備だとちょっとねあれなんですよね。チーム組まれた時のリスクがでかいっていうか、でこういう逆に川装備とかを残しとくとチーム組まれてもリスク少ないんで、まあワンチャンって感じなんですが、まあね、あ、危ない、安心して倒せるんでこいつは。ノーダメで倒したい。あ、無理だったノーダメで倒そうとしたら無理にダメージ食らったわ。あ、でもラッキー、この人案外物資いいもの持ってましたね。よっしゃ、やっぱね、革装備ほど雑魚い敵ほど服があるみたいな俺が考え出したね、名言、ほんと名言だわ。皆さんぜひこの言葉活用してくださいね。まあ、猫だけど魚はいらないと。猫なのにね、自分魚嫌いなんですよね、ほんと。はい、あ、現実の方でですよ、現実の方で魚が嫌いです。え、どうしよっかな、火打ち石作ろうかな。とりあえず火打ちを2個作ろう。火打ち石作ろう、装備かな。あー、違うね。とりあえずこいつ倒せば、こいつ倒せば勝利は確定する。 OK、 任せろ。OK、 こいつ倒そう。ほっ、俺の神の弓エムを舐めるな。マジこいつラグいただきます、ありがとう。あ、はい、グッドゲーム GG。 はいはい、今回はまあね、結構キルしたんじゃないですか自分やったやった、一発撮り一発撮り。これ続けれたらマジ最高なんだけど、まあ実質言うとね、2連勝なんですよこれ。はい、皆さん、え、今装備つけたまま帰ってきたねはい、皆さん、毎回動画を見てくれてありがとうございます。あのプレゼントキャンペーンの方なんですけど、まあ勝手に決めてるんですけど、はい、まあ今回ので、まあ、第1回プレゼントキャンペーンを終わりますっていうか、プレゼントキーワードキャンペーン終わりますで、今回の合計なんて言うんだろう、合計キーワード全部多分90、91回から90、今回まで95回かなまでの、キャンペーンのなんて言うんですか、そのキーワードを、まあ読んでもらって、多分それをパスワードにちょっとダウンロードさせるものがあると思うので、そちらをねダウンロードしてもらって、そこにね自分のなんて言うんですか、非公開じゃないな、限定公開で YouTube のねある動画を貼っときますので、そのダウンロードしたものに多分テキストファイルで入れとくんで、まあ、それで限定公開の URL をクリックっていうか飛んでもらって、そこに多分そうするとそこにねプレゼント企画の動画になってると思うので、はい、そういう感じでやると思うので、ぜひぜひぜひ皆さん参加お待ちしております。できればね、あの全部見てキャンペーンのあれ、ね、なんていうんですか、キーワードだけ聞いてダウンロードしたりとか、URL だけを友達から聞いてみたいなのできればやめてください。はい、まあねまあ別にいいんですけど、はい、まあたくさんのご応募じゃないわ、キャンペーンの応募、合ってるわ、応募お待ちしております。はいそれではご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。